皆様こんにちは、こんばんは。少々遅れましたが、遅ればせながらまた今回の新しい編み地首輪を投稿いたしました。今回もベルト金具に合うような編み地にしました。どうもね、やはりね、ベルト金具の方が割と飼い主さんワンちゃんの首輪のサイズご存じない方が多いんですね。なのでベルト金具の方が、まあ、ワンちゃんが成長期の子とかプレゼント用にするにも、まあこの方がサイズ調節ができるから便利ではないかなと思うこともありまして、ワンタッチよりもベルト金具の方を多く私ここのとこ意識して作っております。で、表はこんな編み地ですね。こんな感じなんですね。で、もうベルト金具用にここに隙間が出ますので、どこにでも刺せていけます。で、この編み地の特徴としては、こう引っ張ればね、寸法は長くできるんですね。スカスカにもっとできるんです。だけども首輪として使ってここにリードつけた場合、こういう編み地はできるだけ詰めて詰めてぎゅうぎゅうにして編んだ方が丈夫なものができます。やっぱりこの首輪にしてこうやってピンを挟んで、ここで挟んでね、これで引っ張られた時にどうしてもこの編み地のところが隙間緩く編んでると、この伸び柄が伸びてくるんですね。なのでできるだけぎゅうぎゅうに詰めて、あまり伸びのないような状態に敷き詰めて編んだ方がいつまでも綺麗に使えます。そんな特徴があります。では本日これをご一緒したいと思いますので、よろしくお付き合いください。はい、それでは始めます。今日は芯になるのがこの柄物のロープです。で、模様の編みに進むのはこの赤黒のダイヤ柄のロープになります。では今回はこの24mm の径の、ベルト金具を使います。で、これの、芯になるものを2等分にして2等分にして輪にした方を、ねじれを直して輪にした方を上から差し込みます。そしてこの輪の中に2本のロープを入れて、表側にこのループが出るように留め付けてください。そして留め付けたら、ちょっと先端のね、揃うようにきちんと確認をして、はい、で反対側も同じようにします。2つ折りにして上から差し込む、ピンを挟んで上から差し込んで、でこのように2本を通してきちんと揃ってるか確認をします。そしてこのように止まります。そしたら今度はこの模様を編むロープですね、これを通すんですが、今回はこのロープをこの中央の2本ここに通すことにします。ここにトンネルを作ってここに通します。そして2等分、はい、止めて真ん中の2本に、模様編みのロープを通し終わりましたら、動かないように、もうこの模様編みも動かないようにもうピン打ちをしてしまいます。そしてこれから始まるんですが、ここで、まあリーカンつけてもいいんですけどね、まあこの一つ一回模様編みしてからでも、それはもうご自分の好きになさってください。少しここ間空いてある方がお好きっていう方は、この一段だけ模様編みしてから D カンつけてもいいですが、今回はちょっとすぐ D カンをつけてしまいます。 D カンは今回はこの芯でつけることにいたしますので、模様編み用のロープはこれはちょっとお休みします。まず手前から一番端の芯のロープを手前から D カンの中に通して1回巻きます。
そしてもう一回手前から D カンに通します。通したら左側に持ってきます。で通すとこのように輪っかができますから、この輪の中から引っ張り出すんですが、この時根元をしっかり締めて、でここで一結びでしっかり締め付ける。で今回はちょっとここの幅があるので、まずもうこの真ん中のロープも芯のもう一つ隣のロープも巻きます。これを巻いて、本当はもうこれを2本渡りますのでね、これでもういっぱいいっぱいだと思うんですよ。なので一番最後は端のロープ、左端のロープを1回手前から通します。通しましたらこれをちょっと緩めた状態で隙間、ここに隙間開けてください。そしてもう1回通したロープを手前から D カンの中に通すんですが、この時この芯を巻かないといけない、この芯というかこの D カンの金具を巻きつけないといけないので、ここの金具を巻きつけるようにしたいので、この時ついでにこのできた輪の中通しちゃえば、もうこれで結びができます。でここにしっかりこのここの1回最初に巻いたこの巻きをしっかり巻き締めといて、で長いロープを引っ張って結び止める。で1本だけ芯を巻いて巻くだけにしてありますので、でこれでちょうど幅がね締まりました。でもう少し幅が広い D カンだった場合は、もう一本この今何もしなかったロープもこの隣真ん中のロープと一緒でもう巻くだけ巻いてください。そしたら全部で今これ5本が渡ってるんですよね。2本1本2本で、もう少しここの幅が広い D カンだったらもう一回やればこれで6本に渡りますから、それで隙間調節をしてください。はい、でこれで両サイドしっかり、ま、あの巻き結べましたので、これをしないとやっぱり D カンがなかなかねずるずる動きやすくなってしまう。これでしっかり止まってます。いろいろと作っているうちに私もどんどん改良していってますので、だんだん丈夫なものが作れ、以前よりも丈夫なものが作れるようになりました。そして今休ませておきました、まあ、あの模様編みのロープ、これを芯を2つに分けて、まずは芯の下をくぐり、芯の下をくぐって隣の芯の上に乗せます。そしてこれは上からかぶせます。で隣の芯もに下から潜って、こちらの輪、この輪を上から下に差し込みます。こういう感じで輪の中に下に出るように長いロープが出るようにしてください。でこれで今緩めた状態でお休みさせて、そして今度今それぞれは左右に分かれているロープを今度上に乗せます。芯の上に乗せます。乗せたら今ここ真ん中に2本渡ってますよね。この2本を巻き込むように下から差し込んで上に出します。上に出したら、まあ、ここが輪っか当然できますので、そしたらここに輪の中に上から差し込みます。こういう形になるわけです。この時ね、ねじれますから、ねじれは取っておいてください。こういう感じですね。これも反対側も同じことをします。まずは芯の上に乗せます。先端をこの交わってる2本の下から上に出して、できた輪っかの中に通します。でこういう形になりますね。でここを締めないといけないので、ここを締めるのには今作った輪っか、これをね
引っ張ると締まります。で芯はまっすぐ下に下ろします。緩まないように下ろしておいてください。そしてここ再度締めて、そして今度ここに通ってるこのロープの根元を締めます。で長いロープを引っ張ります。でこれでもいいんですが、これだと平べったい模様になるんですね。でそこで芯はしっかり下に引っ張っといて、さらにここをもっとしっかり締めた時に引っ張りながら上に持ち上げると、立体的な、ね、模様編みになるんですよ。少し立体感が出るんですね、ここが持ち上がってくれると。なのでこれね、ここを通してだけ引っ張っただけじゃあまり変わらないので、ここで締める時にしっかり締めて、押さえて締めて、でここでグッと上に持ち上げて引っ張るとより締まるんですね。そうするとこれが持ち上がってくれます。こちらもやり直します。これをぐっとしっかり締める、芯はまっすぐ伸びてる、締める、ぐっと締めて上に持ち上げて引っ張る。でやると少しこうふっくら立体感、凹凸のある模様編みができます。でまた同じことの繰り返しですね。 U 字形にして、これを上にかぶせて、これも U 字形にして、でこの輪の中に差し込む。はい、そしたらまた次にこの上に乗せて2本を下から差し込みます。でこの輪に上から下に引き下ろし、でゆるゆるの状態にしときます。そしてこれも同じことです。はい、でここをまず締めます。しっかりここは締めてください。しっかり締めて、でここを締めます。ここをしっかり締めて、この長いロープを持ち上げるように締め直してください。これがまあ力があまりなくてできないという方は別にやらなくてもいいんですけども、まあ、少しでもね立体的に作った方が華やかさが出るので、できる方はこんなこともやってみてください。ちょっとしたことの、ね、手の動かし方で雰囲気が変わりますのでね。でこれを繰り返していきます。芯の下をくぐって隣の輪っかに差し込んで、この2本を挟み込むように入れたら、この輪に差し込む。
ごちゃごちゃしてる模様編みだけども単純な編み方なのでそんなに難しくないと思います。でここしっかり脇を締めて芯を引っ張って、でまずはここをこの輪を締めないといけないから締めます。締めたらこれを上に持ち上げるように締め直してください。締めたら上に持ち上げるように、でこう少し盛り上がるんですよ。なので立体的になってくるんですね。これの繰り返しで先端が5センチぐらい残るまでそんな風に進んでってください。はい、編み編みました、まあ、こんな感じ、つめつめで編んでこんな感じになるんですね。で編んでてここをやはりちょっとここにフェルトの金具の中に差し込む、これ24ミリあるんですけども、ちょっと入れにくい、これ厚みがあります関係でね、どうしてもこの幅がここの中に入れるのが入れにくいっていうような編み方になった場合はちょっとね両サイドをねこうして細身に押し込むと幅は狭くなりますので、この金具の中に入りやすくなります。で入りやすくするためにも最後の最後に飾り尻尾をつけるとなるともっとさらに使いやすくなるかと思いますので、今これで仕上げをしていこうかと思います。でここの最後の模様編みが出来上がったのはこんな状態なんですね。でここでちょっと中途半端に残ったなと思ったら、途中段階の編んでる途中のこの状態、最後まで編み切らずですね、最後まで編み切らずこの状態で、これでねやめてもいいんです。収まってくれるので、そしてこうやってあとは束ねちゃってもいいです。それはもうご自分の判断でどのようにでもしてください。で芯を長めになってますので、これで芯で飾り尻尾作ろうかなと思っておりますので、まあ、これはまとめて束ねてしまいます。はい、それで両サイドの芯で長いのを巻き始めようかと思いますから、まあ1回目はねただ普通にまとめるだけで、それで平結びです。いつも通り平結びで締めます。片方 U 字形にしたら片方はその上にかぶせて、全部の下をくぐって、でこちらの輪の中から下から出します。でこれで1段で、もう一段編んでしっかり引っ張ると安定します。反対側を U 字形にして、よいしょ、これで2段で1組ですね。でもうちょっと進んでも大丈夫そうなので、これもねご自分の好みです。あまりここ長くしたくないと思えば短めで3段4段あたり、2段は絶対編んだ方がずるずる動かなくなりますから、2段は編んだ方がいいです。はい、今回このぐらいにしとこうかな。ここがね幅の広くしたくないときは
この芯のこの色、模様編みをしたこのロープは一緒に束ねずにここの中に始末してしまうんです。裏側で中の本体の方で始末しちゃうと芯の2本だけを束ねる形になりますから、ここはもうちょっと細くなります。今回は全部一緒に束ねますけどっていう形で、いろいろ工夫の仕様があるかと思いますから、ご自分の好みがねどうしようかなと考えて作られるのも楽しいかと思います。今これもう一回編んでみましょうか。これで5段編みます。はい、ここはもうねピン入りませんからね、かなりギュッと締めてください。でここで束ねます。はい、ではここで最後の始末となります。はい、そうしましたら毛糸針にレース糸、これ100均で買ったレース糸です。レース糸を2本取りにして入れまして、で最後の始末する中側で針を刺します。コブが大きいのでロープの中通り抜けないのでこのままで大丈夫。そして横刺しにして、でぐるっと下をくぐって、ここも最後の端のロープも刺して横刺しにするとまとめるのが楽ですね。でこのようにして引っ張ると縮こまってくれますので、でここで3回ほど巻き上げます。しっかり力いっぱい巻いてください。そしてあまりここの巻いたこの幅が大きすぎるのもちょっと見苦しいので、まあ、2、3回で十分です。そして表から裏に刺してコブを作ります。でここでねコブができたら、コブもあまりここで切っちゃうとコブの作った糸端がどうしても出てか出ますので、まあ、中に何回か刺して中に差し込んで糸の切れ端を隠します。よいしょ、はい、でここでカットして、であとここの切り揃えますね。今一番短いのがここですので、これに合わせようかと思います。最近はここをね溶かし止めないようなもにしてることが多いんですね。やはりねどうしても止めるとナイロンが溶けてカチカチになると、どうしてもこうなんか飼い主さんのね皮膚を傷つけるかなっていう思いも、引っかき傷ができやすくなるかと思いまして、飛べなくても固めなくてもいいかなっていう考えに私がなってるもんですから、あまりここを溶かし止めないことにしてるんですね。まとまった方がお好きっていう方は止めて、ここをピュッとちっちゃくまとめても構いません。で今回もこのまま自然の状態にしようかと思います。だからあえてわざと崩しちゃいます。崩してふわふわにしちゃいます。はい、これで完成なんですね。結構ね厚みが出ます。なのでまあ割とワンちゃんの皮膚には影響が非常にソフトで、やり心地のいい首輪だかなとは思います。でこんな感じになります。だからここだけが出てくるので、まあそこも考えて色取り決めるか、まあ中途半端に残っちゃったものを芯に使うかして始末してしまうという考え方もありますので、工夫してやってみてください。で今回は柄物の模様作りをしましたけども、柄物だけどもこう詰まった模様なので、まあ柄であっても模様は自体ははっきり分かりやすいかと思います。
はい、こんな感じです。今日はここまでとなります。はい、ではまた次はこれと同じで多分子犬用のものをしようかなと思います。これはやっぱ中型犬、大型犬用に向いてるかと思いますので、こんな感じになりました。はい、では本日もご視聴いただきましてありがとうございます。ではまた次回お楽しみにお待ちいただきたいと思います。失礼いたします。